さあ始まりました少量チャンネル、翔太です。りょうです。少量です。はい、はい、というわけで今日はある夢を叶えようと思います。イエイ。その夢は、うん、かっこいい衣装とかで、うん、毎年、うん、年を重ねていくごとに、うん、写真を撮っていきたいなと思ってて。あー。いいスタジオとか、まあ、うん、いい背景とかそういうので。あるよね、なんかそういうね。そうそう。うん、それでどんどん年を重ねて、綺麗になっていきたいなと思ってるから。うんうんうん、で、今回は、うん、僕らさ、披露宴の時に、着たじゃない、うん、スーツを。そうだね、うん。そのスーツをずっと着ていきたいと思ってるのね。あー、そうなんだ。そうだね。うんうん、って思って、うん、去年は残念ながらやってないんですけど、うん、今年からその衣装を着て、撮りに行こうと思います。はい。で、今思ってるのは、うん、東京駅のところが撮影スポットになってるみたいで、結構ウェディングフォトを撮られてるのが多いっていう風な話を聞いたから、うん、そこに今から、うん、その時の衣装を着て撮りに行こうと思います。はい、はい、では行ってきます。終了。というわけで東京駅にやってきました。めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗だよね。はい、というわけで、はい、行きますか。見せましょうか、うん、せーの、じゃーん。寒いよ。あ、寒いというわけでですね、これが披露宴の時の衣装なんですけれども、今日はですね、この衣装で東京駅をバックに写真を撮っていきたいと思いま す。結構でも着れるもんだね。そうだね、ちょっと恥ずかしいけど、はいはい、撮っていきたいと思います。いいね。うん、今回つーちゃんに撮影の協力をお願いします。よろしくお願いします。そう、どういう感じで撮る？とりあえずじゃあ撮影をバックしていただいて、うん、とりあえず撮ってみる。うん、あ、すごいね。わ、めっちゃ綺麗だね。これは多分普通で撮ったやつ、てかさ、ポートレートじゃないやつ。うん、足長く見えるね。確かに下から撮ってるからやろね。うん、足が綺麗に見える。オッケー。俺一人のやつ、うん、でもさ、あの辺でやっぱ撮ったらさ、ちょうど入るけど、はい、どうなんですか、距離か。ちょっと場所を移動してみる。しよう。真ん中行った方が、うん、ちょっと場所を移動しようと思います。ここら辺、わあ、綺麗、めっちゃ綺麗だな。ここら辺もうちょっとそっちの方がいいのかな。まあ、ここら辺でもいいと思うけども、すごいね、めっちゃ綺麗。そっち側も映した、すごいね。じゃあここで撮ってみようか。うん、よし。そしたら撮ってきます。気を入れて、笑った方がいいよね。笑った方がいい。でも俺までは手元が触れる。あ、まあ確かに、ね。でもすごいな、いい感じに撮れるね。おつーちゃんうまい、なんかプロに撮ってもらってる、うん、めっちゃいいじゃん。いや、ダセーわダサいな、それは。うん、うん、いいと思う。どう、うん、じゃあ次はどうする？場所変える？場所、うん、これもそうだね。うん、その通りやん。 ね、結構撮ってる人多いね。ね、多分、うん、そのウェディングフォトのやっぱスポットだよね、はいはい、なるほどね。なんか前撮りとかの、うん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 、すごいね、うん、いいよ、すごい。はい、というわけで、はい、次はなんていうのかな、皇居の通りか、うん、皇居につながってる通りかな、はい、に来ました。はい、はい、じゃあ、すごい、めちゃくちゃ綺麗。あ、綺麗。いい、うん、
お、抱き上げてる。じゃあ、僕も。いや、多分ね、俺の腰がやられると思うんだよね。腰がやられる。いや、無理無理やろ。いや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 、いいっていい。うん、最後あれなんか15秒ぐらいでいいから、うん、小さい PV みたいなの作りたい。うん、なんか並木道のもう撮ってんのこれ、うん、あ撮ってんの撮ってる。つーちゃんもちょっとついてきてもらって。オッケーオッケー、うん、いい？いいよ。終了。はいはい、というわけですね、うん、最後に、うん、ちょっとねPV っぽいのをPV ね、うん、はい、そう、写真だけじゃなくてちょっと映像も僕が作って編集しましたので、うん、そちらをお届けしたいと思います。ご覧ください。オリオジャンゴ、オリオジャンゴ、ひょうにょう。というわけで、今回は、はい、いよいよ思い出が、ね、できました。作れたと思います。いやーよかった、よかった。いや想像してたよりすごい綺麗。うん、うん、ね、毎年毎年、うん、この格好で俺はやれたらいいな。あー確かにね、うん、そうだね、いい記念になるよ。うん、はい、まあ、今回は東京駅だったんですけど、うん、来年はまたね違うところ絶景スポットとかに行って撮影できたらいいなと思います、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。